安倍総理大臣の戦後70年談話に向けて議論を続けてきた有識者会議が昨日報告書を提出しました。これを受け安倍総理は来週14日に談話を発表することにしています。この報告書には日本は満州事変以降大陸への侵略を拡大し1930年代後半から植民地支配が過酷化したと書かれています。また無謀な戦争でアジアを中心とする諸国に多くの被害を与えたと結論付けていますが、お詫びの必要性については触れていません。先の大戦から得られば何を学び、そしてどのような道のりを進んでいくのか、それと世界に向けて発信していく談話を作成をしていきたい。